プリとかないでしょ。プリ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 。だからね、俺が有利じゃない、ハチの。はい、ロビーズキッチンのザンス川上です。コウちゃんです。ナイスガイのスガイです。山本です。ペクラです。ルービックキューブの一段のやつやったじゃないですか。やったね。クラさんがまあ早かったと。早かったね。まあ俺80だったけど。みんな悔しくないですか、あの負けは。確かに、1回目からブラボーに早かった。いや、そう。ルービック系でリベンジしようと思って僕買ってきたの。ルービックレースってのを買ったんですよ。これならね、新しいゲームだし、ちょっとルール違うから、クラさんに勝てるんじゃないかと思ってテストプレイしたら、3戦全敗でした。新しいゲーム持ってきたら、福田さんが勝つでしょ。でもさ、言うて俺、福田さん以外には1回も負けてないのよ。それでも福田さんに参戦全敗だから、もうこれはみんなでやるしかないということでですね、今回の企画はルービックレースで誰か一人なんとか福田さんを倒そうです。イエーイ。じゃあね、まずとりあえず俺があの負け様を見せるから、シャカ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 ってやって、このガチャガチャってのはね、あのお互いの模様になってて、自分の模様ができたと思ったらこう倒すと。なるほどね。で、先に倒して合ってたやつが勝ちというやつ。真ん中の9マスを揃えることですか。そう。周りはもう何でもいいんだよね。うん。第1ゲーム、スタート。あ、やば、これやばそう。あ、だめ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 。フリ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 。フリとかないでしょ。フリ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 。だめだめ、俺が有利じゃない、8人。なんでわかるんですか。わかる。これめっちゃわかる。めっちゃ分かる。やばいやばい。普通に黙って見ちゃうな、これ。そう、黙って見ちゃう。あなたたちは集中してた。ああ、嘘！マジで言ってんの？え、こういうことや。ちょっと待って。俺、言うて、これでもそんな遅くないからね。本当になんか驚愕なんだ。いや、全然だね、伊沢さん。3つしかまだ。あとは任せた。じゃあ俺から殺されいくよ。じゃあ次の挑戦者はね、こうちゃんで、ちょっとまあここは望み薄だが体力を削いでくれ。これ体力削ぐ。体力削げるのさ、俺のプレイじゃなくてさ、これだよ。うまく振ろう。あ、俺がね。そうそう。あ、それがチャレンジャーのプレイ。そう。よし、はい、いいか、お願いします。もう一回こうだ。はい、スタート。お、ちょっとスクラさん、ゆっくりの配置になってる。あと、こうちゃん、指早い。しまった、最悪だ。よし。これは最悪だ。ちょっと待って、これはね、ひどい。おい、うわ、すげー。結構いけてるじゃん。1個だったんだ。あ、あと1個だ。あぶなー。この人、結構ひどいとかさ、全部嘘だよ。え、今俺したら、これした内心も8個そうだから勝っちゃう。いつもさ、ヘタレとかポンコツを言われてるからここで勝ってと思ったら、なんかそれはちょっと危ない。今のところ、僕が最高記録ですよ。あ、そうね。まあ、これでね、かなり体力が揃いだ。変わんないよ。ちょっと精神的に。やだ。はい、ということで、ございます。山本さんですね。しゃー、勝機は見えてないけどね。こんなやる気なのに。めっちゃよかったね。ちょ、勝ちどころが生。さっき見て気づいたんですよ。あの、これ後世のためにも残しておくと。世代受け継ぐ。福田さんは両手を使った。これね、両手でやるのなんか基本だと思うけど。よし、じゃあ行きまーす。はい。あー、でも結構近いよ。え、近くない？近いよ。かなり近い。やだ。近い。あ、やだ。いやー、危ない。やってなんだよ。何がやなんだよ。危ない。え、めっちゃ危ないじゃん。もう。もう。もうここが違う。7つか。うん。あ、そうだね。だからここ行って。初期配置が結構ね。そう、似てたんですね。そう。じゃあ次は鏡だな。はい、じゃあ第4戦は川上さんでございます。はい、めちゃくちゃ自信ない。なんだろうよ。川上さんの記録1分50秒破壊なんです。ルービックね。なんで俺そんな終盤に置かれてんだろう。最悪パッてやるよ。ここのね、ダイスロール大事。これ次第だなって。そう、同じやつを引いちゃったらさ、そう、カチカチ。いきます。はい。うわー、偏ってるな。ふくらさん、こうやって惑わしてくるからな。そう、いけんじゃねえかと思わせていけるんだよ。
あーやばいやばい、もうわかんねえな。でもいけそう。え、マジ？あと、もうできる。あと1個だ。え、マジ？あと1個。あ、もうできる。あ、もうできる。もういける。もういける。あ、いける。待って。怖い、怖いけど。ない、ちょっと待って、マジか。え、怖いけど実際全然終わんないじゃん。ダメだ。ダメだ。共同作戦した。全然これ出ないじゃん。マジでめっちゃ焦った。俺たちも、あ、これ邪魔していけよ。何も言わんでおいたのに。あと1個とか言ってる時にまだあと3個くらいだから全然間に合わない。やべえと思ってめっちゃ焦ったのに。いやー、むず。これはじゃあもうラスボス登場ですね。頼んだ。ルビック企画といえばこの人、菅井さんです。うわぁ、うわぁ、菅井対菅井ですね。ルービック多分、ふくらさんの次に上手いの俺だよね。うん、それはそう。めっちゃ緊張してきた。とりあえずね、これダイスでいいの引くっていう。いや、そうだ、天砲で勝ちなんだよ。そう、天砲で。なんでみんな天砲狙ってるの。いきましょう、ダイス振ります。はい、再戦、再戦団体戦を味わってる。いけ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 。いや、マジでやばいな、これ。いったれいったれ。皆さん頑張って。はい。うわー、嘘嘘嘘、全然揃ってない。あ、いや、ふくらさんゼロ。ゼロだよ、まず。あれ、ゼロじゃない、これ。ゼロ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 。5人の中で一番強いとか言ってたのに。でもまあ一人一人はさ、ちょっといい場面もあったし、まあ5人同時にやれば勝てんじゃない。ああ、そうそう、天才か。3人寄れば文殊の知恵の上だよ。5人で同時にやれば勝てるでしょ。天才。よし、じゃあやろう。まあまあ5人かかれば瞬殺です。瞬殺。うん、手前10本あんだよ。一人そっちやった方がよくない。確かに邪魔する。確かに絶対勝つ。よし、はい、おい、はい、ちょっと待って待って待って。オレンジ、オレンジからこっちだ。おい、オレンジ、おい、こっちだ。こっちだ。ダッツな、ダッツな。赤がダッツ。そしたらね、待って待って待って、できそうできそう。赤が、赤が、赤が、ルール守れ、ルール一個浮いてねえか。バーゲンセールみたいになってる。おい、じゃあオレンジ真ん中に来なきゃいけない。来ない、来ない。あ、惜しい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 。これ、フラッと上に、あ、違う、違う。みんな自分自由にやりすぎて、スペースを奪い合うんだよ。あのさ、俺にこれにぴったりのことわざみたいな知ってんだよ。これ、先導多くして船やばい。いや、5人いても5倍速になんないことが分かる。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄に Twitter などもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画を見てくださいね。はい、ということでね、はい、全勝ルービックレースやってきましたね。まあまあ純粋にフクラさんが強かったね。強えわ、強えわ、本当に強い。純粋に強かったし、まああと一人対一人でやるのがいいなっていうことが分かったけど、世界で初めて分かった。誰も実験しなかった。誰も実験しないと思う。誰も5人ではやってなかったと思うから、そこはちゃんと実証実験できてよかった。ということで、チャンネル登録、高評価、質問、コメント、サブチャン、ツイッターのフォローもよろしくさよなら。